今日は珍しいものを写してます。我が家の家内が作りました釣りビナというものですね。これ全部一つ一つ手作りです。これを作るのが結構大変みたいですよ。子供や孫が生まれた、女の子が生まれた時にこうやって手作りで作って飾るというのがものらしいです。これを4つも作りましたね、奥さんは。時間がかかってましたね。飾りびなですね。こうやって孫娘の誕生を祝うということですね。ひなさんは前にも紹介しましたけれども、これをしまっておくのが大変ですね。もうすぐこれをしまって、今度は男の子のためをするという、まあ、いずれにしても大変です。男は男のまた飾りがあるそうですけど、飾りびなです。今これを作るのも人がなかなかいないということで、手作りですから教えてくれる人がなかなかいないそうですよ。皆さんのお宅はどうされてますか？飾りびなです。これを作るのに何日もかけて作るんですよ。大変ですよこれは。